ファンの皆様にメッセージをお願いします。皆さん、うさぎちゃんに聞けてる。わーい、すげー、先輩すげー、やばい、ちょっと意外とちょっと泣きそう、ね、あのまあ、アフレコ自体はね、まあ、こういう、ね、状況になる前に終わって、うん、いい感じ一段落だなと思ったんですけれど、うん、まあ、やっぱね、オンエアがやっぱりもうちょうどそういう時期から始まってという感じで、まあ、なかなかね、まあ、それはね、どのコンテンツも同じなんですけれど、まあ、でもね、やっぱ宣伝とかも大変な中、ね、アニメに関わってる、関係各所の方々が本当に頑張っていただいて、そしてね、作品を楽しみに、見ていただいてる方のおかげで、ここまで来たと思っておりますんで、引き続き、楽しく、そして楽しいながらも、見ていただける方に満足していただけるような作品にね、またね、できるように、全身全霊を持って、先輩と向き合って、宇崎ちゃんと、頑張ってラブコメしていきたいなと思っておりますんで、引き続き応援の方よろしくお願いします。うん、なるほど、こうやって皆さんたくさん作品応援してくれて、みんなの思いがあったから人気が作れるんだなと思って、もう感謝の気持ちでいっぱいです。なんか原作も読んでて、あ、これ声聞きたいなとか先輩の声でこのセリフ聞きたいなとかいっぱいあったんで、あれもこれも聞けるのかなとか、今すごい夢が膨らんでて、すっごく嬉しいです。楽しみに待っていてください。あー、嬉しい、ね、いやー、ちょっと急遽だわ、うん、そうか、これからも、はい、ね、宇崎ちゃん遊びたいよ、どうぞよろしくお願いいたします。やったー、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。